今日もイスラエルミサコのチャンネルにお越しくださってありがとうございます。今回はテルアビブでクリッパシアターのブルーボールというショーを見に行った時の動画です。イスラエルといえば最近ではスタートアップ、ハイテクなどが有名になってきました。あとは日本のニュースで流れる話題といえばきな臭い戦争の話題でしかイスラエルを知らない人も多いかと思います。意外とというか知る人ぞ知るコンテンポラリーダンスが盛んな土地でダンスカンパニーがたくさんあるんです。今回見に行ったのはイスラエルで活躍している日本ダンサーの塩の入和代さんが所属しているテルアビブにあるクリッパシアターのブルーボールというショーです。この日の観客も若者から年配の人もたくさんいて文化度が高いなと思いました。ショーが終わった後に和代さんに短いインタビューをさせてもらいました。ショーのコンセプトなどを教えていただきました。この作品のコンセプトって何て言うんだろう、そのボールの物質をの生態をそのまま見せるみたいな、にパフォーマーはただの何て言うんでしょう、こうボールを動かす役割の人っていうだけで、そのアクティングもしなければなんかこうパフォーマンスっていう風にしないでただただボールを動作するっていう。でそこの中でこう直線と円とあと作業する人っていうのを、まあ、軸にやってて、まあ、それが例えば4人だからグループになっててボールの動きが1回始まるとルールが始まって、そのソサイティが社会ができてきて、それを崩してまた違うルールが始まってっていうようなものが埋め込まれてます作品に。日本の俳優の森山未来さんも1年間イスラエルのダンスカンパニーに所属していたのだそうです。私はあまり日本の芸能人の名前を知らないので森山未来さんのことも知らなかったのですが、東京オリンピックの開会式の時に登場してミュンヘン大会のイスラエル人犠牲者を追悼したというのがイスラエルでも話題になっていて彼の存在を知りました。ミュンヘンオリンピックの悲劇というのは1972年のミュンヘンオリンピックで過激派黒い9月の武装パレスチナ人が選手村に押し入り、イスラエル代表チームの選手5人とコーチ6人が殺害されたという悲劇です。ミュンヘンという映画もあるので、興味のある方は見ていただけたらその状況がわかると思います。今回見に行ったショーには一切言葉がありません。体だけの表現です。なので、左脳をシャットアウトして、右脳だけの感覚でショーを楽しむことができました。人の体だけで表現をするって素晴らしいです。私はジュエリーで表現をするのですが、やはり何か中にあるものをアウトプットするという意味ではすごく共感が持てるのです。去年もこのシリーズのログを使ったショーを見に行ったので、そちらの動画も入れておきます。私はログのショーで和代さんの作品に初めて触れたのですが、とにかく体幹がすごいんです。もう見てる方が筋肉痛になってしまいそうで、この規模のシアターでいいなと思ったのは、演者の呼吸も聞こえてきて、汗も飛んできそうな距離感で見ることができるのがとても新鮮でした。日本もダンスが必修科目になったというのを聞きましたし、何年か前には大阪の高校生たちのバブリーダンスというのを見てクオリティの高さにびっくりしました。日本にもプロのダンサーとして生きていきたいって思ってる若者がたくさんいるのだと思います。
イスラエルで活躍している日本人ダンサーを見に来るのもいい刺激になると思います。これ三部作なんですけど、物質、そのログっていう木の物質と体で、なんかこのなんかデジタル社会に行く中でこう原始的な体と体だけでピュアに動く、その木を使って原始的なものでっていう作品と、今回はプラスチックとまたグループ社会みたいなの で3部作は今考えてて、何にしようかな、なんか楽しみ、ちょっと軽い素材がいいかなとか、氷とかで物質が変わるのがいいかな、水になったりとか、っていうようなのを考えております。楽しみにしていますはい、最初はすごいなんかスンケンしてたんで、あ、そうなの、スザンデラルであってもなんか嫌な感じで、やっぱり芸能人だなと思ってたけどうちに一回そのなんか日本人のアーティストの時飲み会に来てもらった時に、なんか喋ったらすごい気さくな人で、お酒もすごい飲むから、私もすっごいお酒飲むなんで、めちゃめちゃなんか楽しい、一緒にいて話して、何人ぐらいだろう、でも一時期よりそのミラー氏がいた時が一番いっぱいいた気がした。その頃は何人くらい、これでもそれでも数え、プロフェッショナルでやってる人は多分10人もいないと思う。お金を稼げる、なるほど、あ、なるほど、なるほど、その学生とかでまた来てる子たち含めて10人とか15人とか、でもそんなもんですよね、なかなかやっぱビザもあるし、違う土地でやっていくのは難しいから、1、2年いて帰るとかあるし、あとはまた違う方向に目指していく人もいる。私、文化庁で来たんですよ。なんか芸術家申請制度みたいな。1年研修で来て、その後またポーラ財団の助成金をもらって、またそのまま来て、で、そのうちフリーランサーになってて、今はパートナーと、今何年目ですか？今13年目。13年目、素晴らしい。ヘブライ語喋れないですけど英語も怪しいけど楽しかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。もうすっかり昔の記憶のようになったコロナですが、コロナの初期の頃はイスラエルでもアジア人がコロナと呼ばれたりしていた時期がありました。その時に和代さんが出していた動画を見て、この人は底抜けに明るい人だな、いいなと思っていました。海外に住むって時々とんでもなく心が強くないとくじけそうになる時があります。クリップシアターのサイトや動画のリンクなどを概要欄に貼っておきます。Hi, everybody! What's up? Do you understand why she's so much sad and disappointed? Because she's not Chinese? No, not about that! Even Chinese people make the same face. You understand?ニハオ、チャイナ、コロナ、It's enough! Do you want making fun of Asian people more? Yeah! Okay, I can help you guys! Let's go to the geographic class. Welcome to geographic class. Do you know how many Asian countries exist?China, Korea, Japan, Philippines, Thailand, Singapore, Malaysia, Laos, Cambodia, India, and more and more and more. 48 countries in Asia today. そしてこれまでにはなかったのですが、日本とイスラエルの2つの国の間にワーキングホリデーの制度も始まるようなので、若い世代のチャレンジ精神のある方はチャンスだと思います。イスラエルに留学して学ぶという方法もあります。イスラエルは移民の国なので、
本当に世界中にバックグラウンドがある人にたくさん出会うことができて、とても面白い国です。そしてキャラクターも独特で、枠から外れたいろんな人がいて飽きないです。テラアビブという街は国際空港のベングリオン空港からも近く、このクリッパシアターは駅からも近いのでアクセスがいい場所です。観光で短い滞在の方も日程が合えばぜひ行ってもらいたいです。その他にもたくさんのダンスカンパニーがあります。興味のある人はぜひ行ってみてください。今日はこの辺りで終わりにします。またイスラエルの日常をアップしていきたいと思います。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。